コンセプトですね。今回は日本の童謡とか、まあ、唱歌とか、そういう古くから私たちにすごく親しみのある曲、みんながその日本って思った時にその風景が心に浮かぶような、そういう曲を自分なりに選曲して作ってます。まず、CD 作るにあたって心がこう洗われるような、そういう CD を作りたいっていうのがものすごく大きな思いで、日本の風景だとか日本人の心だとか、そういう、なんて言うんだろう、自然だったりとか、そういうものをこう彷彿させるときに、ふってその曲からインスパイアされるものって、なんかその DNA の中に刻まれてるっていうか。トラディショナルな歌っていうのは、やっぱりね、そういう式とか、まあ、俳句で言うなら季語みたいな感じで曲がいっぱいあると思う中で、それを選んできてやっていると思うんですけれども。四季があるという日本にというのがまず素晴らしい。もともとある曲をね、伝統的にというか、まあ、童謡だったり唱歌だったりということなので、それを演奏することの意味合いって、こう参加するものとしてはすごい、こういい意味でなんですけど、重く捉えてる部分はあるんですよね。コトちゃんの説明がよくってね、やっぱり随分コンセプトは考えたんだろうなと思いました。なんかイントロはこういうイメージでとか、この曲は全体にこう朝とか夜とか、自分の中でイメージがはっきりしてて、やっぱり随分上手になってて、笛からもそういうのが聞こえてきますからね。私は色とか風景とか感情とか、そういうことを伝えていつも演奏してるから、もっとそこはすっごく寒くて、すっごくこうもうブルブルしてて、もう動けないぐらいの寒さでとか、なんかそんな感じで言っちゃうの、いつもうちょっと暖かみのある春だとか、早春って本当は冬じゃないですか。春は菜の実ですからね、の風の寒さなんだけど、でもこの演奏にかけてはちょっと暖かくなってる感じが欲しいとかね。一つの季節にしても色が一つじゃなくて、その中ですごい微妙な変化があるというか、それがだんだんとこう移り変わっていく、その境界線みたいな、きっと多分コトさんはそういうのを描きたいのかなっていう。その笛っていうのは、基本的にその竹に穴が開いてるっていう、それだけの状態なので、こっちの技量でいくらでもその楽器がまたそのいろんな音色を、答えを出してくれるみたいな。楽器が人間に近づくように、楽器が音が鳴りやすいように改良されてきてるっていう歴史があると思うんですけど、日本の楽器は人が楽器に近づく、その修行をするじゃないですけど、そういった楽器なんで、やっぱりなんかこう独特なわびさびじゃないけど、日本独特のやっぱ郷愁感みたいなのあるじゃないですか。そういうのがやっぱこう日本の歌曲というか、こういうトラディショナルな歌にはすごいいっぱい詰まってるなと思いますし、なるべく素朴に可愛らしく、演奏できるようには心がけました。一応コードシンボルとかでつけているので、西洋の音楽っぽくいい譜面になってるんだけど、そのハーモニーの変わり目とかがちょっとこうあんまりない感じだったりするのもあったりして、まあそこは発見なんですけど。少なくともジャズに向いてる曲ではないし、そこでの融合は、まだ落語と一緒にこうセッションしてる方が、なんかこう自分のこととして入ってきたりしますね。メロディーもハーモニーももうとってもね、成田為三とかもう立派な滝廉太郎とかものがついてるのを、ちょっとこっちに引き寄せるのはね、まだこう自分ごとじゃないかな。こう楽しんではいるんだけど、こう自分の血の中から出てきてるっていう感じにはなってなくて、それが面白くって、みんなはなってて だから俺にもそういう日が来るのかなみたいな。来るもんなら来てほしいですよね。より音楽が深まるはずですからね。
日本とか、まあ、世界とかが今その起きてる、まあ、その社会的な情勢だったり、あんまりその落ち着いてこうなんかいられる状態じゃない、なんか緊迫した感じみたいなのをふってなんか時々感じる時があって、自分たちの持って立つ土台じゃないけど、そういうものがやっぱり見失われれば見失われるほど、なんかいろんなものが見えにくくて、日本人としての感性だったりとか、なんかそういうものをこうパッて自分の中でこうなんか開かせるような、そういうきっかけになる作品だったら本当に嬉しいなと思ってます、今回。そのためにもうなんかものすごい入れ込んで作ってますから、まあ願いですね、祈りというか、